海の底は、有川博による、小説作品。2005年6月にメディアワークスより出版、角川書店より発売された。著者の自衛隊三部作の、海にあたる。桜祭りで一般に解放された横須賀米軍基地に、突如海から巨大生物の大群が襲来し、次々と人を襲う。 自衛隊員二人は逃げ遅れた子供たちを連れ、米軍基地内に停泊していた、海上自衛隊の潜水艦で牢上することに。市民の犠牲も帰り見ず爆撃を格索する米軍、政治的判断を優先させる内閣、警察上層部の思惑を背景に、潜水艦に取り残された者、自衛隊、機動隊、警察の対策本部といった、様々な視点から、物語は、 進んでいく。第三者として、ネット上の小コミュニティの掲示板参加者の動向も大きなファクターになっているのが特徴。マスコミも読者に事態の進行を告知し、登場人物らが情報を得るメディアとして登場するが、事件の解決には貢献せず、むしろ興味本位で事態を混乱させる存在として批判的に描かれている。 米軍横須賀基地に停泊中の海上自衛隊潜水艦キリシオは唐突な出航命令を受けた。予定になかったことから大半の乗員が不在のままではあったが、ともあれ命令に従おうとしたキリシオは湾内に潜む何かに囲まれたことで身動きが取れなくなってしまう。艦を捨てての退去を決断した艦長以下の乗員が陸上に見たのは 人間大の巨体を持つ、ザリガニのような甲殻類、レガリスの大群が這い回る基地、そしてそれらに捕食される人々の姿だった。基地外への退路が完全に塞がれたことで、夏木天と三位、冬原春新三位は救助した、民間人の子供ら13名と共に、霧市を内へ退避した。しかし、艦の停泊場所が、 米軍基地内であること、また湾内が甲殻類に埋め尽くされていることから、早急な救助対応は望めず、霧潮は孤立した状況に置かれてしまう。非常識事態に戸惑いながらも、自衛隊への主導権以降には、及び腰しな警察。他国が基地施設に介入することを良しとしない米軍。対応が錯綜する中、やがて市外へ侵入した甲殻類の圧倒的な数と、 強靭な生命力、容赦ない襲撃に対して、市民救助のため前線に立つ神奈川県警機動隊は、生産な戦いを強いられることになる。一方、潜水艦内でも子供たちの間で圧力が起こり、歪んだ人間関係が明らかになりつつあった。相模トラフの冷水ス優秀追記で発見された新種の甲殻類でザリガニやイセエビを巨大化させたような外見と、 拳銃弾程度ならば跳ね返す硬い殻を持つ。元は全長2センチメートルに満たない小型の甲殻類であったが、深海探査艇アルビン2が採取したレガリスを事故によって沿岸域にばらまいてしまったため、沿岸の豊富な栄養源を得たことによって1メートル強から3メートルほどまでに急激に巨大化した。実在するシナルフェウスレガリスと同様、 女王エビを中心としたコロニーを作って行動する新、社会性生成物である。正式な学名は与えられておらず、相模湾の深海で発見されたことから、研究者たちは、相模レガリスという通称で呼んでいるほか、警察や自衛隊の関係者は、単に、レガリスとも呼称している。世代交代のサイクルが1年未満と早く、環境適応能力が高い。 外界の認識は赤外線探知機関を持って行う。通常状態での主食は白売り街。群れの保存に特化した極めて高い学習能力を有しており、自然死以外の死因によって死亡した個体から発せられる警戒臭を探知すると、外敵への警戒反応や群れの周囲に発生した異常の回避などの対応などを行うという習性がある。 また、命の危機を感じた女王が発する音波に集まってくる習性があり、この音波が潜水艦が撃つアクティブソナーのピンの音波と同じ波長であるため、横須賀を出港した米海軍の源泉が撃ったピンに反応したレガリスの集団が横須賀に上陸し、新たに餌とみなした人間を捕食。海岸付近や基地内にいた自衛官や市民などが被害に遭うこととなった。 霧潮に取り残された民間人及び自衛官救出作戦時ヘリコプターに乗っていた陸上自衛隊レンジャー部隊隊員レガリス相当作戦に出動した陸上自衛隊普通科連隊が装備3点バーストで2.3回レガリスの頭部に射撃すればレガリスは沈黙した救出作戦時は報道ヘリがいたため発砲はされなかった 事態の鎮圧及び市民の初期救出作戦時に機動隊員が使用したと思われる。使用されたのは対人催涙ガス弾で威力は弱かったがレガリスの陽動に大きく貢献している。八幡光雄巡査部長が使用したと思われる。この事件は2005年に発生したとされているため S&WM37 の可能性もあり得るが本文内では 38口径相談数5発としか表記されてないためどちらであるかは不明である。さっと狙撃犯が電気柵を突破したレガリスの制圧にしよう。詳細な種類は書かれていないが、レミントンの表記があることからレミントン射精ライフルと思われる。ありがとうございます。